指名手配されているただ一人の政治家、日本国民党代表、前葛飾区議の鈴木信之です。昨日衆議院会館で、議員会館でね、群馬の森朝鮮人撤去、朝鮮人追悼碑撤去の、勝利勝訴報告集会が行われました。で、鈴木もちょっとご挨拶させていただいたんですけれども、まあ、県立公園に群馬の森っていうのが、群馬県にあってね、そこに朝鮮人追悼碑を建立されたわけですよ。でもこれをね、この日ができた時点でとんでもないで、それは群馬県といろんな約束をして、政治集会ありませんと、ここは公有地ですからね、県有地ですから政治集会ありません、それから強制連行などというのは事実じゃないから、群馬県ちゃんとこれ約束させたの、強制連行ってまず文字を削りなさいと、で一切それは使用しません、それそういう取り決めをして、そして建立された。ところがこの朝鮮人側はね、まあ作っちまえば関係ねえだろうということで政治集会を開いてた、やってるの政治集会なんですよ。で、これは10年経ったところで、契約更新しませんと、撤去しなさいと、なぜかといったらルールを守らないからということだった。で、大体この朝鮮人追悼碑っていうのは、これがね平成16年にできたんだったかな、そのぐらいですよ。だけどはっきり言って群馬では強制連行された、朝鮮人徴用工が死んだという事実がないないからね。だって沖縄だってどこだって名前書いてあるでしょ、ここ一人もないの、一人もないから死んでない、死んでないんだけど追悼碑だけ作っちゃったというね。だから日本人謝れっていうふざけた話だ。とりあえず石ころ立てたから、それにひざまずけっていう話ですよ。何バカなこと言ってんなって。この弁護団長やったのが角田義一元参議院副議長で、勲章までもらっちゃったんだよね。日本の悪口言ってたら勲章もらえない、日本の国会議員っていうのは。でしかも朝鮮総連から違法献金がバレて、このままじゃ逮捕されちゃうから参議院副議長を辞職して、検察に勘弁してもらったという超超いわくつきの人物が弁護団長やった。で問題はね、一審はまあ勘弁してやれやっていうことだったんですよ。前橋地裁に3年半ぐらい鈴木も通いました。で二審は東京高裁で、僕も毎回街宣車持ってって支援街宣をしてね、で朝鮮人支援者がいっぱい来てギャーギャーわめいて、裁判所まで大変でした。だけど二審では勝ったんだね、撤去しなさいと。そして、最高裁で、本当痛快、こんな痛快な出来事はないよね。この群馬県側が最高裁も二審を支持するということでね、そして、全て確定した。でここまでは勝ったからよかったよ。で問題はさ、この朝鮮人追悼碑を守る会と言われるね、この弁護団もそうだけど、こいつらが本当ろくでもないから。だって昔から駅前、戦後のどさくさで占拠したどてっぷちのなんか朝鮮人街を占拠して勝手に人の土地住み着いちゃっていまだにどかないとか、高額な立ち退き料をよこせとか、そういう話いっぱい聞くでしょ。同じことやるんだ、同じことやってんね。今最高裁の判決受けたけどどかねえよって言ってるわけですよ、ね、こんなとんでもないこいつら。葛飾区でもね、今立石駅、京成線立石駅の駅前に区役所が移転するって話があって難航してるんです。南側の商店街の方は早めに全部話はついたけど、北側の区役所来る側が難航してる。でその中でね、議会報告があった一つの例を挙げると、
これは在日朝鮮人の方が、所有されてた駅前の、3階建ての建物があって、その土地代金8割を、いただいて、その朝鮮人の所有者の方はサインをして、そしてお金をもらったんですよ、8割、ところがどかね居座ってるね、打撃の果てに葛飾区は訴えますよね。訴えて、そしていよいよ強制執行だという時になったら、立ち退き料を土地の値段より高い金踏んだくって、やっと出てったというね、議会報告受けて、なんだこれはと、ね、土地の値段より立ち退き料より高いじゃねえかという、こんな、議会の皆さんもあればびっくり、開けてびっくりっていうかね、こういう方たちは本当に詳細に長けてるというかね、日本の行政なんていうのは黙ってりゃ金出すから居座るだけ居座って土地売っただけじゃ済まさねえぞっていうね、そういう典型的な例を見せていただきましたけれども、これが日本中にあるわけですよ。戦後駅前にあるパチンコ屋なんかもそうだけど、ね、勝手に居座って、元の持ち主がね追い出されちゃって、朝鮮人様のなここの土地だから近寄るんじゃねえみたいにやって取ったところ日本中にいっぱいあるんだ、そういう前例があるからね、最高裁の判決はそんなもん紙切れだろうと、ね、腹の中で思ってるんですよ。そんなもん俺には関係ねえぜと、弁護団でも思ってるんですよ。だからどかない、ね、これどうやってどかすか、居座る、選挙する、強制執行、行政やらない、これ今の 山本一太知事じゃダメだな。前の大沢知事はね、撤去しなさいって命令出したぐらいでハラスわってたからよかったけど、今度の あいつじゃダメだろうな。だから昨日、そよ風さんに提案したんだけど、じゃ あの群馬の森のね、偽りの朝鮮人追悼碑、誰も死んでない朝鮮人追悼碑の あそこの跡地に真の日韓友好を記念碑、これを建てたいんでっていう申請したらどうだって話をしたんですよ。ね、こんな嘘でたらめの追悼碑じゃなくて、本の真の日韓じゃなくてもいい、日本と朝鮮半島の真の友好を求める。だってこんなもんがどいてくれたらさ、嘘800の追悼碑がどいてくれたらね、どんなあれを作ろうと、それこそ更地になった時点で真の朝鮮半島との友好が一歩進むじゃないですかという提案をしました。まあ真の北朝鮮との友好というのはちょっと考えられないからね、まあ、日韓友好になるのかな。だけどさ、裁判でかね、勝とうがこれよくあるんですよ、お金を払いなさい、最高裁で、判決受けましたって、だけど俺金ねえんだよねって、この家も車も全部女房のだしって、会社は息子の会社だし俺一文なしだから払えねえよっていう、こういうことをやるやついるんだよね。と同じだよ、やってんの。県民の公園で、出てけという命令を受けて最高裁判決受けても居座ってどかねほんと立ち悪い。これが群馬の森で、10年間裁判で争った朝鮮人追悼碑の顛末ですけれども、裁判で勝ってもまだ終わらないというのが、この追悼碑を守る会の、皆様の、ご努力がこの後も続くのかなと、早く撤去しろっつうの、撤去させなきゃ、だって死んでねえんだからね、群馬じゃ誰も死んでないんだから、追悼碑に名前がないんだから、これから死んだ人を入れないよ、強制連行じゃないし徴用工じゃないんだからね。こういう嘘でたらめの碑を、まあ、東京にもあるしね、日本中あちらこちらにあるから困ったもんだね。
こうやって法律に従わない、法律に従わない外国人は強制退去なんですけれど、特別永住者できないんだよね。残念だけどね、でも本当困ったもんだ。早く撤去させる方法、新たな運動のスタートになりますね。